こんにちは、ガーサリーマンです。今回は9月下落、10月から買えというタイトルで説明していきたいと思います。簡単なプロフィールです。このチャンネルをガーファで勤務するガーサリーマンが投資に関する情報を発信しております。私は米国株式オンリーで投資をしております。今回の内容です。例年9月は下落する月と言われています。今回は過去70年のデータから9月は下落する月であることを説明し、今後どう株式を購入していくかについて私の意見を述べたいと思っております。このデータ過去の動画でもちょっとちらっとお見せしたものなので、ちょっと見たことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、よろしくお願いします。はい、では最初にですけど、チャンネル登録、いいねをぜひお願いいたします。1000人超えてきましたが、まだまだ増やしていきたいのでお願いします。はい、ではまずなんですが、皆さんこの言葉を知っていますでしょうか。米国で有名な株式相場の格言になっております。こちらなんですが、セルインメイ&ゴーアウェイドーノカンバックアンテルセイントレジャーデーという、こういった言葉があるんですね。で、日本語で言うと5月に売れ、そして市場から去れ。セントレジャーデーっていうのが9月の第2土曜日らしいんですけども、まで戻ってくるなという言葉になってます。で、9月の第2土曜日ってまさに先週末だったというところに、なっています。で、この言葉がなぜあるかというと、5月に売ってからですね、9月の 第2土曜日までは、市場がこう下がってきて、結構荒れてるというところで、その後から市場に戻ってきなさいということかなと思っております。で、実際本当に、じゃあ9月っていうのは下がる月なのかどうかっていうのをデータで見ていきたいと思います。で、こちら1950年以降の S&P500 の月次平均パフォーマンスになっていて、50年か2019年なので約70年分のデータの統計的なデータになってます。ですので、かなり結構信憑性が高いというか、傾向はこちらでつかめるものになってます。で、これは私が作ったわけではなくて SBI 証券にあるデータから持ってきてるんですけども、このグラフのですね、上に出ているプラスになっているのがプラスになりやすい月で、マイナスになっているのが下がりやすい月ということになってます。で、これを見たらもう一目瞭然で、9月がガクッと下がっているということがわかると思います。で、他はですね、10、11、12とか3、4とか1月っていうのは上に出ていて、このグラフ上7月も出てますけど、上に出ていて、上昇しやすい月であることがわかります。だ、本当なんか9月だけが下に下がってるんですよね、これ。8月とか6月もマイナスになっても 0.02 とか 0.04 なんで、ほぼ9月だけですね。で、これが S&P500 なんですけど、次ナスダックも同じように見ていくと、こうなるんですね。で、若干 S&P500 とグラフは違うんですが、これも70年分のデータになっているので、信憑性はある程度あると。で、もうパッと見わかるのが、この9月。ここだけが下がっているというところです。で、他はですね、10、11、12、3、4、1っていうのは、やはり同じように上昇しやすい月であるということがわかります。で、ナスダックに至っては、この2月も5、6、7、8も、すべてプラス方向に傾いていて、唯一9月だけがマイナスになっているという分かりやすい感じになってますね。で、このように S&P500 とナスダックの70年分のデータを分析しても、9月はやはり下がっているというところがもう明確に分かります。ので、私の見解としては、コロナとかですね、同時多発テロとか、大震災とか、そういった特殊要因を除けば、確実に9月は下がるんじゃないかなと。ほぼ毎年そういう方向になるんじゃないかなと思いますと。で、これは下がるからといって、となるんではなく、逆に買い増しのチャンスと思っていただいて、積み立てをしている方でもですね、この9月の月に少し多めに買いますというふうに対応をするというチャンスだと思ったらいいかなと思います。で、ただですね、この9月って言っても1ヶ月なんで4週間あるので長くて、この9月っていうのはちょっと注意なんですが、初旬中旬ではないんですね。今9
9月の第2、3週なんで初旬、中旬なんですけど、一旦こう9月の頭に下がって先週ちょっと回復しているように見えるんですが、これは多分フェイクですと。で、大体下旬、つまり最後の1週間に劇的に下がる傾向があるので、直近2年間を見ていてもそうでした。決して早とちりせず買い増しを、早とちりしないでください。だから今私は買わない方がいいと思います。はい。で、10月になった、まあ、瞬間って書いてますけど、10月になった頃から上昇傾向になると想定してますので、まあ、途中利益確定とかが発生して下落するっていう場面もあるかもしれないんですけど、10月の途中か11月とかに、12月の初旬までは上昇傾向になることが多いと考えてますので、9月の第、すみません、9月の最終週を超えてから、買った方がいいというところになります。で、私流の市場感を次に説明したいと思うんですが、私はですね、まあ、ここに示すような、まあ、年間の市場の動きを頭に入れて日々、株式を購入しています。まあ、ざっくりこんな感じなんですけども、まあ、1月とかですね、年末年始っていうのは、まあ、下がり気味にな状態から始まるんですけども、そこから2月にかけて少し上がっていくんですね。で、2月からまた急激に下がるんですけど、3月以降はまた上がって、3、4、5、6、7、8、9ぐらいのここの間っていうのは大きな変動がない月だと見てます。あ、で、今年の2022年はちょっと特殊なので、もう年しか下がり続けているので、まあ、これはちょっと該当してないですけど、まあ、通常の年であればという感じですね。で、今、この辺だと思うんですけど、で、先ほどの話で9月の末に向けて大幅に、これからどん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 下がっていきます。で、下がりきってから10月になってから上昇傾向になっていき、年末消費税に向けて上昇すると。ただ12月の第1週2週ぐらいまでで、1回下がり基調になって、 年末っていうのは下がり気味になっていって、またここに繋がっていくという、まあ、こういう流れが1年間大体あるんじゃないかなっていうふうに見てます。で、ではですね、2022年、2021年の S&P500 の動きを実際に確認していきたいと思います。こちらが2022年、2021年の S&P500 のグラフになっております。で、一つ一つが月を表していて、例えば2020年の7月がここになっているんですね。で、8月で、これが9、10、11、12になってます。で、明確にですね、9月になってから下がって、まあ、この2020年は10月もちょっと下がっちゃってるんですけど、11月からまた上昇して、12月がに、まあ、ここまで来たというところで、9月のここからここまで上昇したというのがわかります。で、2021年がここになっていて、ここが7月なんで8月で、9月になって大きく下がっているのがわかりますと。で、10月に大きく上がっていて、11月は少し下がっているんですけど、12月にまた上がり、結局ここからここまで上がったというのがわかります。で、この直近の状況を見てもですね、やはり、9月に下がり、年末に向けて上昇していくっていう流れは見て取れるので、2022年は、ちょっと特殊な要因もいろいろあるんですが、おそらくこういう動きになるんじゃないかなと見てます。はい、やっぱり9月に下がり10月から上昇しているというところです。で、ただ今年読めないのは FRB の金利上昇になっていて、今後確実に上げていくと思うんですね、まだ。なので、これによって若干異なるチャートの動きになる可能性はあるかなと思うので、まあ、絶対なりますって言いたいところなんですけど、ここがちょっと読めない要素ですね。で、まあ、FRB はまだ金利を上げると思うんですけども、そうすると、まあ、株価にとってはマイナスなんですが、
まあ、1ドル今140何円とかだと思うんですけど、年末にかけて160円ぐらいにもなるんじゃないかっていう言ってる人もいるんですね。で、まあ、それはなんでかというと、FRB が、まあ、アメリカが金利を上昇すると日本との金利差が大きくなるので、まあ、1ドルあたりの日本円の価値っていうのが、まあ、円安に触れていくと。なので今140何円なのが160円にもなり得るんじゃないかっていう話です。で、そうすると何が起きるかというと、まあ、SBI V シリーズとかですね、これって為替ヘッジなしの商品なんですけど、こういった商品を買っていると為替だけで結構な利益になるっていう可能性はあります。で、皆さん実際 SBI V シリーズとか持ってる方々、今年になってから S&P500 って年初の価格を上回ってないんですけど、結構な利益出てると思うんですよ。これがまあ為替の影響での利益だと思ってます。